春の日。春は子犬の頃、家の中で暮らしていました。ボールで遊んだり、おやつをもらったり、家族から可愛がられて、毎日幸せでした。でも、体が大きくなると、外につながれるようになりました。どうしてなのか、春には理由がわかりませんでした。寂しくて、遊びたくて、撫でて欲しくて、吠えると、ダメと叱られて、叩かれました。暑い夏も、雪の日も、台風や雷が怖い夜も、ずっと同じところにつながれたままでした。ある日のこと、散歩に連れて行ってもらいました。とても久しぶりだったので、楽しくてはしゃぎました。ずんずん歩くときの風を切る感じ。草や花や人や、いろんな生き物の匂い。木の上で小鳥が鳴いていました。着いたのは初めての場所。春はそこに置いてゆかれました。びっくりして、またたくさん吠えたけれど、家族は行ってしまいました。そこには知らない犬がたくさんいました。きっと家族は戻ってくるから、それまで他の犬たちと待とうと思いました。1日目。同じ部屋にいた大きな犬は帰れることになりました。観察と迷子札が首輪についていて、家に連絡できたからです。2日目。春と仲良くしていた小さな犬には家族の迎えが来ました。みんなで喜び合って、帰って行きました。3日目。部屋には春だけになりました。家族を呼ぼうと泣いてみたけど、廊下に声が響くだけ。心細くて、ご飯も水も欲しくなくなりました。係の人が心配して、美味しそうなおやつを持ってきてくれました。でも春はおやつより撫でてもらえることの方が嬉しくて少しだけ元気になりました。春は人が好きなのです。何よりも心から。朝になるとまた係の人がやってきました。いつものように優しく撫でた後、小さく息を吐いて出て行きました。春の耳がピクッと動きました。壁がガタガタ音を立てて動くので、隣の狭い部屋に逃げました。扉がバタンと閉まりました。怖くなって壁を前足でかいたり、吠えたりしました。透明のガスが部屋に流れます。心臓がドキドキして、足がガクガクして、倒れてしまいました。胸の真ん中から空気がゆっくりぐーっと抜かれる苦しさ。春は目を閉じて一生懸命に思い出そうとしました。好きなことを一つずつ。草と花と土と風の匂い。小鳥たちの歌。優しく撫でてくれる手。春と呼ぶ家族の声。